ける子役をマリオさんが探したんですよ、うん、で明日マナちゃんが出てきたことによって今は5歳とか6歳で投げれる子役のことを皆さんご存じです。そしてもっともっともっと最近になると3歳で投げる子役を探しています。そんな泣きの演技ができる天才子役が現れた。それが今年の日本アカデミー賞新人俳優賞に輝いたこの2人。映画8日目のセミで犯人に育てられる子供を演じた渡辺好美ちゃん4歳。その演技がこちら。ママ、芦田愛菜の持つ最年少記録を更新した。すごい。そしてもう一人は実際松本人志が絶賛した天才子役、それが映画鞘侍の熊田瀬也。父上はそれでもお侍ですか。天高く尊敬に背がする。この涙の演技で松本人志をうならせた。大女優が夢とか言ってるんですけど、賞を取れたから小女優ぐらいにはなれたのかなって。さらにあの大スターも子役だった。